吉瀬さん、1円の商品ですか。あの、スパルタ合宿ね、私もしたことがあってですね、まあ、一番最近は去年の今頃だったんですけどもね、えー、スパルタ合宿、ユーフィンでやりました。2日にわたって、別のグループでですね、やらせてもらいました。グループって言っても、そんな何十人もいるわけじゃないですけどもね、対、えー、1人と対2人ですね、合計3人に対してユーフィンでやらせてもらいました。 あのやっぱその時にね私がやったのはあのー、同じような感じでまず商品作りましょうと値段をつけましょうセールスしましょうって感じなんですよで誰に売るんですかっていうふうな質問があったんで誰ってここにいるの誰ですかって私聞いたんですよ、うん、だから例えば一人の合宿生さんの場合は私に売ってくださいって話なんですよね私が何を求めているのか どんなものだったらお金を払って解決したいのか、それが分かれば売れますよね。しかも私はかなり下駄を吐かして買う気満々でこの話してます。どうぞ、みたいな感じですよね。こういうのがあるわけですよ。で、二人参加バージョンの場合は、同じように話したんですけども、ここに三人いるじゃないですか。どうですかって、誰かに売れるでしょ。別にね、百人、千人、一万人に対して売りに行けって言ってるわけじゃないんですよ。明確にここにいる人。 ペルソナももうやってきた。まあ合宿でね、ペルソナやったんですけどもね。どんなことに困ってるのかもお互い告白してきた。じゃあ、その問題を解決するための商品を作ればいいんじゃないですか。で、どういうふうに解決方法を知っていくのか。今、今さん、あのインターネットパソコンつながってるでしょ。で検索して、それらしい解決方法を集めてきて、で、サービスをそうで構築すれば売れるんじゃないですか。さすがに、ここでね、 1>, まあ1円の商品とか10円の商品という値段をつけるとは言いませんけども3000円ぐらいの商品作ってまず売ってみましょうとあとはセールスと気合の問題じゃないですかと今物おじしてたら売れないですよ究極はお互いに同じ値段のものを作ってお互いに買えばいいんじゃないですかとでそれが本当にこの場だけのものなのかそれとも明日からその商品を実際に社会に出てね 普段のの人人間関係の人に売っていけるかどうか。それも考えないとこの合宿の意味はないですよと、うん、じゃあどうでしょうかということですよね少なくともこの場所で商品をお互いに売買し合えれば売れたという実績はできるじゃないですかどうですかそれから今日この合宿をしている湯布院という施設他のお客さんもお泊まりですもちろん他のお客さんに商品を売るっていうことをやるとね ちょっとまあ出来になっちゃう可能性もありますんで従業員の方っていませんかねということとかね従業員の方にいつもこうね従業員扱いするんじゃなくてこちらからいろいろお手間をかけて申し訳ありませんねとかありがとうございましたとかねそういった対応とかで早速私はここに宿泊に来たのにスタッフさんにさっきねお茶菓子を持ってったでしょ、ね、泊まる方が サービスを提供してくださるホテルの人に、あ、本当に2日間お世話になりますと。これ皆さんで休憩の時にでもどうぞって感じでね、地元のもみじまんじゅう持っていく。すでにそこからもうね、商売が始まってるんですよと。そういうふうな対応してくださるお客さんのことは目立つと思いますし、多分、厨房やね、バックルームに入っても、あの人からこんなもんもらったよって話は広まるでしょ。当然、カウンターの方にもチェックインするときに、これお土産です。 っていう形でお渡ししましたよここからもうすでに仕掛けが始まってるんですよ。どうですかと。この私の合宿に来てね合宿で言われてること聞いてりゃいいやっていうふうなスタートラインなのかそれとも合宿に行ったんだからその合宿から下山するまでの間に何か商品売れないかなって感じれるのかねそういうふうに考えていけるのか全く今日この合宿場に来る人の中でもこれだけ考え 差でできてるんですよ少なくとも1億円を稼ぐ私はこういうふうな考え方です。いい合宿になったでしょね。50万円払う価値あるでしょっていうことなんですよ。まあこういうことをね私もお話し,しました。だからむちゃくちゃ不愛想な顔をしながらね仏頂面で厳しくやるわけではないんですけども丁寧にやりますけどもまあ言うことはねあのこういうところにも気づいてないんですかっていうことだったりとか。 うん、行動するのが遅いし全然普通の人ですよそれはみたいなね <laughs> 従業員マインドっていうのは要するに普通の人なんですよどんなところに行っても誰と何をしてもこの人に何か売れないかなっていうふうに常に考えてるかってことなんですよそれが奥さんであろうと子供であろうと家族であろうとですよこの人に何か売れないかなって思うわけなんですよだって家族でもね自分の子供でも自分の親でもどっかで何かを買ってるんですよじゃあなんでどっかで何かを買う という行為が自分からじゃないんだ。自分の商品力のなさなのか、それとも信頼関係がないのか、他人の方が信用できるのか、いろんな要素がありますけども、その全てがトレーニングだということで、合宿の方は締めさせていただきましたけどね、はい。さあ、どうでしょうか。いってらっしゃい。